はいどうも、春だよー。今日はですね、えー、C++ プラプラの入門書を10冊紹介していこうかなと思います。C++ プラプラっていうのは悪評高い言語で、プログラミングを始めてみようかなって人が運悪く、C++ プラプラの方を手紙に取ってしまい、プログラミング難しすぎるってなるのが、まあよくある話です。で C++ プラプラっていうのは非常に複雑な言語で、基本の仕様をさらうだけでもたくさんの落とし穴があります。 まあ、ちゃんと理解して使えば強力なんですけれどもそこに至るまでの過程があまりにも険しい言語ってされています今日はその険しい道を登っていくための入門書を紹介しようかと思いますでこの C++ っていうのは本当に険しくてで今,今あの画像に載せているのはあのよくプログラマー界隈で出てくるジョークなんですが、まあ、C++ を完全に理解したっていうとどこからともとなく あの命を狙われるっていうのは、まあ、よくある話ですねはいじゃあまず最初の1冊目から紹介していきましょう最初の1冊目 TOUR OF C++ これは本当にとにかくおすすめとりあえずこれを読んでおけば間違いないと思いますでこれは180ページ程度の非常に短い本で,で C++ の11までの標準を一通りさらっていく本ですでチュートリアルでありつつコンパクトなレファレンスとしても使える本ですね で大体知りたいことはこの本に載ってると思っていいです。で、著者は、えー、と C++ の作者である b ア r n e r Strust u つまり C++ 完全理解者の一人ですね。次、えー、Effective C++。これとにかくおすすめ。2冊目にとにかくおすすめです。で、どの言語もそうなんですけれども、文法を覚えればマスターってわけじゃないんですよね。で、この Effective C++ っていうのは、例えば C++ のある機能を実装するときに、 どんな方法で実装するのかどういう風にコードを書いて実装するのが一番いいのかっていうのはあの簡単ではないのでその時にどういう風に書けばいいのかっていうのを55個のシンプルなルールで紹介するっていう形の本になっていますでシンプルプラのプログラマー同士で話をするとここにある内容は当然知ってるものと思って話すのでまあ,あの読んだおくといいと思っています はい、次、Effective STL。C++ の重要なコンポーネントとして、スタンダードテンプレートライブラリ、STL っていうものがあります。で、これは、あのよく使うアルゴリズムだったり、データ構造っていうのが一通り実装され、でかなり丁寧にメン,タスメンテナンスされているライブラリーです。でこの STL の正しい使い方、正しい挙動を理解していれば、かなり簡単に美しく高速なプログラムが書けるってことになります。 まあただし、この STL っていかんせん古いので、Python とかにあるようなモダンなライブラリとはインターフェースがかなり違うんですね。まあ、なんで、よく動作を誤解することが多いです。なんで、この本は STL のよくある間違いっていうのを一通りさらってくれで、効率の良い使い方を紹介してくれるっていう本なんで、すごくおすすめです。で次、えー、Effective Modern C++。 でこの C++ っていうのは3年に1回大規模な更新が行われてたくさん新機能が追加されていきます新しい機能っていうのはそのモダンなプログラミング言語に負けない強力な機能があってでこれを使わずに C++ やるのはもったいないんですよね例えばオートとかスマートポイントとかラムダ式とかと,かで、まあよりまあ、とはいっても C++ なんであのこれらの新機能の取り扱いっていうのは結構トリッキーです なんでこの本はそれらの新機能に的を絞ってどうやって C++ の中でそれを使っていくのかっていうのを紹介してくれている本です。で特にあの Python とかのスクリプト言語から来たような人たちっていうのはあの特におすすめしたい本です。お次、えー、C++ のコーディングスタンダードという本です。この本は あのまあ、ここでいうコーディングスタンダードっていうのはインデントの数だったりとか何回開業するかとかっていうそういう話ではなくてあのもっとハイレベルにの綺麗なコードを書くために気をつけるべきポイントっていうのをまとめた本になっていますで立ち位置としてはエフェクティブ c プラプラ c シリーズと同じかなと思いますねで個人的に僕がこの本をおすすめしたい理由は参考文献リストっていうのが載ってるところなんですね でこれはあの各項目に関連した C++ プラプラの例えばテクニカルレポート、論文、書籍の情報が載ってるので、より詳しく理解したいっていう時に何を読めばいいかっていうのがわかります。まあ、若干ちょっと内容と引きに難しいので、まあ中級者に入るところの人向けじゃないかなと思います。 はい次、C++ テンプレート。で、この本ちょっと紹介するかどうか迷ったんですが、すごくいい本なんですけれども、ある程度 C++ を理解した人向けって感じですね。で、C++ を C++ らしめるっていうテンプレートっていう言語仕様があります。で、このテンプレートがあるから C++ は早くて抽象化ができるっていうものなんですけど、これ本当に、あの、えっと、独特な機能なのですごく使うのが 難しいですでこの本はそのテンプレートのみを扱った本で,でテンプレートの基本の書き方から始まって、えー、と最終的にはテンプレートメタプログラミングっていう非常に難しいけれども有用なと概念を説明してくれますでこの絵はまあそうですねテンプレートに興味があって早い行動を書きたいで簡単に行動を書きたいっていう人におすすめの本です 基本的に初心者は触んなくてもいいのかなとは思いますね。はい、お次。API フ e s i g n for C++。で、これはと、これまでに紹介してきた本もあの C++ の設計の話なんですけれども、えっと、それは一つのクラスだったり関数だったり、ステートメントレベルのデザインのお話でした。まあ、ただ、実際のソフトウェアで大事なのは、もっと、あの、行動全体のお話ですね。でもっとハイレベルの全体のデザインに言及したのがこの本です。 例えば API をオブジェクトオリエンテッドにするかテンプレートにして書くかそれらの利点は欠点はでどちらを採用するべきかそういった話をしてくれるのがこの本ですなのでこの本はある程度大きなソフトウェアをデザインする立場にある人におすすめです、まあ、個人開発には必要ないかなって感じかもしれないはい次はえっとこれ辞書ですね C++ の、えっと、プログラミングランゲージの作者 ビアリネスト,ラストラップによる本です。で、これ、あ、本じゃなくてと、辞書ですね。C++ プラプラに登場する概念だったり、設計思想っていうのを、かなり丁寧に説明してあります。で、この本は、通して読むと、あの人生の1割ぐらいの時間がかかるのでと、この機能ってどうやって使うんだろうとか、あのスマートポインターってどう実装されてるんだっけっていう時に辞書的に使うのをおすすめします。さもなくは、めっちゃ時間がかかりますね。 あでこれはですね C++ の,あの標準の文章ですで C++ のいいところっていうのは標準が明文化されているところにあるんですねでこの標準の文章が Web で見られるので例えばあ,のある演算に対してどういう結果が出てくるべきかっていうのがこれはあの正しいソースとして確認できるっていうのがあります例えばですけどもあの C++ のモジュールの計算で引数が 負の数だとどういう動作になるかとかってご存知ですかねこれ実はあの数学的に正しいモジュラーの値にはならないんですよね。まあ、こういうことがと標準が明文化されているので、えっと、ちゃんとわかるというところですね。まあ最も標準に従っているコンパイラーばかりではないんですがとりあえずこれはあの、えっと、手元に、えっと、持っておくといい本だと思います。 はい、えー、最後ですねこれ C++ の本じゃないんですけれども C++ のコードを書いた時に高速に高速なコードを書きたい時にどうするかっていうのをあと考える時には C++ のコードがコンピューターの中でどういうふうに実行されるのかっていうのを知っておく必要がありますでこの本はまさにそういうことを学ぶための実践的な教科書なんですね でこれは C++ がアセンブリになってその機械語に翻訳されてどうやって実行されていくのかっていうのを理解するための本です。せ、まあ、っかく C++ を書くなら早いコードにしたいですよね。まあそういう方におすすめの本です。はい。というわけで、えー、と C++ の入門書を10個紹介してきました。でこれらの本を読んでいけば、まあ、ひょっとしたら C++ を完全に理解できるかも。 知れません。はい、というわけで、えっと、春でした。今日は、えシー、C、プラプラを十、の本を十本紹介してきました。青もお、ご清聴ありがとうございました。